はい、こんにちは、まえちゃんねる前原です。はい、今日はこちらですね。うん、プラレールピーナッツドリームレールウェイです。夢とつながる魔法の列車だってね。うん、久しぶりだね、プラレール紹介するのね。はい、はい、これ自体は実はずいぶん前に出るのは知ってたんだけど、うん、でも発売日を全然把握してなくて、うん、それでもういつの間にか出てたんだよね。はいそれで今回なんかね、飛行機だよねこれ、うん、完全に飛行機なんだよ、電車ではないみたいなね、うん、はい、まあそこら辺もどうなってるのか楽しみだね。うん、あと車高とかあるみたいですね。そうだね。はい、では早速開けてみましょう。はい、おー、レール入ってる。出しますか。これが飛行機だね。うん、これが、お、あ、かわいい、うん、ちゃんとレールも入ってるね。うん、じゃあちょっと組み立てていきましょうか。はい、はい、まずこちらがスヌーピーの飛行機だね。はい、ソッピーズキャメルっていうらしいよこの飛行機は。うん、かわいい飛行機だね。うん、うん、こんな感じで、スヌーピーがここに乗ってるんだけど、うん、これね、前見えてないねこれ、まあ、見えてない。前見えてないよこれ。危ないよ、スヌーピー。上見てボーってやるしかないよね。そうそう、アクロバットのやつはできるけどさ、前見えないからこれかなり危険だよ。で、下には、プラレールの4つの車輪がついておりますね。はい、後ろが動力です。はい、そしてこちらが気球貨車ですね。はい、ウッドストックがいっぱい乗っております。はい、これはトーマスというところのグラグラ吊り橋のあの樽のね、うん、あの貨車と同じ作りですね。ここにピーナッツって書いてある。そうだね、よく読めたね、あなたピーナッツって。これが気球と見立ててるわけですね。このような感じで飛行機が気球を引っ張ってるって、そういうイメージ。そう、そういうイメージですね。うん、はい、そして今回のセットについていたレールはこのような感じですね。はい、曲線レールが7本です。これ、この白いのが乱気流レールだって。うん、うん、まあ、白いグラグラレールだね。うん、そしてここにターンアウトレールがありますね。はい、はい、で、この端っこ1/2直線レールがあって、この犬小屋はスヌーピーが寝てます。はい、で、これ犬小屋であると同時に車止めなんだって。うん、うん、おお。はい、犬小屋はこんな感じですね。スヌーピー寝てますけども、はい、こっちはね、目があるんだよね、ちゃんと、うん、寝てるね、かわいいね。うん、これ裏返そうか。うん、目がない、怖い、どうしたスヌーピー。はい、それではですね、こちら炭酸電池1本で駆動しますね。おお。今入れてありますので、はい、電源オンにしてみてください。はい、お、来た。おかわいいな。うんうん、あ、結構突っかかる。うん、止まっちゃう。あ、大丈夫か。止まんないね。ぐら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 。このプラレールは、うん、羽があるから、うん、いろんな特殊レールがちょっと使えなさそうだね。うん、例えばこのドキドキマウンテンなんてさ、これ絶対入れないしね。あ、そうだね。そうだね。上なんか登っていくときも引っかかっちゃうからね。あかん。羽を外せば大丈夫ね。羽外しちゃうと本末転倒だよ。あ、だからこれはかなり広い感じで使わないとダメだな。うん、前のプロペラね、プロペラ回ってないですね。うんうん、この風すっごい揺れてない。でもこっち、うわ、ちょうど飛行機の羽の下を通ってる。ほら、鼻が届くの。あ、鼻が飛行機が飛行機の羽の下を通ってって面白いね。これ白いレールを使えばなんか雲っぽくなるのかな。あ、もしくはなんかこのレールをエコレールに変えちゃって、うん、で、グリーンバッグ敷いて空飛んでる感じにすればいいのかね。あ、なんかそういう遊び方もできそうだね。はい、ということで今回はプラレール、ピーナッツ、ドリームレールウェイでした。はい、ということで久しぶりの可愛いプラレールの紹介でしたね。はい、はい、お、こうなってんの。ああ、羽取っちゃった。あ、わわわ、変な電車みたいになっちゃった。変な列車。はい、ということで今日の動画はですね、もし良かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンをお願いしますね。はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にまえチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。風船まで取っちゃった。
そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、はい、それとまえチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますのでぜひフォローをお願いします。はい、はい、もう丸裸になっちゃってはい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ、バイバーイ。なんかミサイルみたい